1986年の広島東洋カープでは、1986年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。このシーズンの広島東洋カープは、阿南純郎監督の1年目のシーズンであり、2年ぶり5度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。1975年の初優勝以来長く指揮を取った小畑自然監督の優退を受け、 アナン新監督が就任。アナンは、小バの、大手勝野球を継承するべく、投手陣では1982年の新人王、津田久志美を抑えに配置転換した他ルーキーの長富広を先発に起用し、小バ前監督が目をかけていた、金石明人を先発ローテーションに配置するなど、大きく、若返りを図った。打撃陣は、長く4番を打った。 山本浩二や絹笠義雄に衰えが見え始め、2年目の正田光蔵が木下富雄に代わって二類種のレギュラーに入るなど、世代交代が進んだ。2年ぶりの優勝に燃えるチームは、開幕から勝ち進んで、スタートダッシュに成功するが、7月には巨人に、首位の座を明け渡し、さらに前年優勝の阪神が巻き返したこともあり、三つどもへの混戦となった。その後8月に、 阪神が地のロードで失速すると、広島、巨人のマッチレースとなり、一度は巨人に5.5ゲーム差をつけられるものの負けじと勝ち進んで巨人をマーク。最後は、神宮球場のヤクルト戦に勝って2年ぶりに優勝を決めた。日本シリーズは、初戦引き分けの後3連勝したものの、第5戦で、西部の工藤君康にサヨナラ打を打たれると流れが、西部に傾き、 ここから4連敗し惜しくも日本一は逃した。シリーズ終了後、ミスター赤、ヘル、山本が18年間の現役生活に別れを告げた。ありがとうございます。